はい、2022年最後の見学にやってまいりました。本日は12月30日で、あと1日、残すは31日で2022年が終わるわけですが、5月15日、先ほどちょっと見たら5月15日に最初に見学に来たので、7ヶ月で今日で21回目の見学となります。でもちろん今日は年末ということで工事の方はお休みとは思いますが、お休みですよね。はい、ですね、屋根の方はこのバグスタの屋根、半分、ちょうど半分ですね、半分まで出来上がってないか、半分までこの柱がついて、メインの方は、わ、靴濡れるなこれ、冷てー。はい、メインの方は、まあこの柱の方はできてるんですね。メインの方は、いやー、よく7ヶ月も通いましたよ、本当にね。継続は力なりということで、うわ、なんか結構芸術性がありますね、このごちゃ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 、この足場、この鉄の集まりというか、なんかね、このいい感じでね、これいい感じいい感じ、うん、美しいね。はい、こっちが今日なんか見やすいね、原市民サッカー場。はい、進んでみたいと思います。いつもこのアメルンパーク、ね、大盛況なんですが、さすがに今日は閉館となっております。で、向かいに見えるのがこの公園ですよね。新たに拡張している公園、結構広いねこれ。駐車スペースが1000台ぐらい増えるとか増えないとかで、多分この方向にその橋のようなものができて、この、ね、道があるんで行き来できるという構造になる。さあ、またいつもの画角で行ってみたいと思います。それではレッツゴー。Thank you.
はい、ぐるっと一周回ってきました。はい、今年はこれで撮影終わりなんですが、10日前に来た時と比べてこのバックスタンドの屋根ちょうど半分、まあ 40% ぐらいかがちょっと増えたというか進捗したという感じで、あとはメインの方はこの屋根も、まあ、同じく 40% で、この柱の方が一応一通りついております、そうですね。でこの南側のサイドスタンドがちょっとこの足場のせいでちょっと よく分かりませんが、まあよく分かりませんが、まあなんか完成に近づいているかなという感じです。撮影を始めて7ヶ月ですか、ここに通ったわけですが、23年になる、あさってで23年ですか、半年ぐらい、まあ半年から9ヶ月ぐらいでもうこのコンクリートのこの建築物はもう出来上がるんじゃないかなと予想されていて、秋ぐらいからこの芝を張るんですかね、まあ、よく分かりませんが、まあ、あと9ヶ月ぐらいですか、お付き合いいただけると嬉しいと思います。まあ引き続きこの進捗具合の見学の方にはやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上となります。また来年よろしくお願いいたします。それではさようなら。